勝倉は2012年中ュリップ賞、2013年京都品馬ステークス、2014年オールエイジドステークス。場名の由来はカンムリ名達成。カンムリ名は馬主の妻の名前から取っている。デビューは10月8日の東京の芝1600メートル戦。11番人気だったが道中広報待機で直線、まとめて、差し切って、 デビュー戦を勝利した。次走の11月13日の同じ東京の赤松賞は直線のビズ7着に敗れる。初戦となった1月21日の中山の名の花賞は馬場に苦しみ10着に敗れるも、2月11日の東京の500万下は直線で鮮やかに差し切り後続に2馬身1、2差をつけ2勝目を挙げた。続くチューリップ賞でも、 断然人気のジョア・ドビー・ブルや後の冠ヒン馬、ジェンティル・ドンナに競り勝ち、重賞初制覇を果たし、大賀賞の優先出走権を獲得した。調教師の加藤和弘にとっても調教師になってから、初重賞制覇、俺ハマってるぜ三区にとっても、JRA 重賞初制覇となった。この後優先出走権を得ていた4月8日の、大歌賞に出走を予定していたが、 調教後の洗い場で右友をぶつけ、ついたち様子を見た、結果、痛みが引かず回避することとなった。自走の5月6日の NHK マイルカップでは、後方から足を伸ばしたが、カレンブラックヒルの7着に敗れた。5月20日のオークスでは、後方から追い上げるもジェンティルドンナの7着に敗れた。8月19日の札幌記念でコバとの初対戦を、果たす。レースは、 直線後方から足を伸ばしたものの4着だった。札幌記念の後、9月16日の、阪神競馬場での集荷賞トライアル、ローズステークスに出馬登録を行ったものの、レース前日になって、感房の症状が見られたために出走を取り消した。ぶっつけ本番で挑んだ10月14日の集荷賞は、いいところなく16着惨敗となった。 その後11月24日の京阪杯で白山ムーンの5着した後12月15日のリゲルステイクスで一番人気のマウントシャスターを下して優勝しこの年を終えた初戦は1月19日の京都品場ステイクス前走で有力馬場を下した実力が評価されて単勝1.7倍の一番人気となるレースは直線で内から鋭く伸びて 重賞2勝目を挙げた。阪神品馬ステークスは、直線によく伸びるも4着に敗れ、ビクトリアマイルは、中段からの競馬になるも6着に敗れた。東京のパラダイスステークスは、中段から、最後はよく伸びるも先に抜け出した。レッドスパーダを捉えきれず2着に敗れた。馬ュのマイケル・タバートの希望により、オーストラリアへ、長期遠征することとなった。 一戦目はクールモアクラシックで、金量が 56kg と高かった影響が響き14着だった。続いて、ドンカスターハンデキャップでは 52kg の金量で、出走するが、最後肩から足を伸ばすも先に抜け出した、上位馬グループを捉えきれず、同じく後方待機の先方を取り5番手に入選した、ナインスリージョンにも抜かれて6着に終わった。の加藤は、 ババ状態の悪さが敗因だと指摘した。オーストラリア3戦目のオールエイジドステークスでは、スタートでダッシュがつかず、最高峰からの競馬になるが、最後の直線でタバを一気に抜き去り優勝。GI 初優勝を挙げた。12月14日、香港マイルをローウィラーキッシュで出走し、発着。2015年も現役を続けるが、勝利は挙げられず。 6月24日付で競争場登録を抹消。引退後は北海道浦河町の金石スタッドにて繁殖品場となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2021年12月20日現在、大規模牧場の両欠場は生まれてすぐに買い手がつくが、 当場は予決とは言い難い決闘のためか2歳の2月まで買い手がつかなかった。オーナーであるマイケル・タバートは、花ズゴールと三歳馬を一緒に買ってくれれば200、数十万でいいと、牧場側から言われ購入を決めた。花ズゴールの実質的な購入金額は200万円以下と見られているが、これは中央競馬の重症の中では、低プリキュアや、 サンツェッペリンに匹敵する安価な価格である。ありがとうございます。